西洋花蔵王は、豆かジャケツイバラ赤の落葉干木で、南欧から西南アジアにかけて自生する。春に濃い桃色の花をたくさんつける。高さ12メートル、幅10メートルまで成長する。一年ごとに深い桃色の花をつけ、春遅くに、幹でも咲き、完成果の体をなす。春先に花が咲いてから葉が出る。葉はハート型だが角は鋭くなく、 時々先端に浅い切れ込みが入る。細長く平たい鞘は垂直方向にぶら下がる。西洋花像は1753年に輪廻が記載し、シラクアストラムという首相名を付けた。この語は、鞘を表す、ラテン語シラクアからの派生である。西洋花像の変種や亜種に次のようなものがある。また、次のシノニムがある。西アジアや南欧に自生。 私有同種の10倍花であり、蜂によって受粉する。西洋花像は、肥沃で水はけの良い、深い土壌を好み、満面の日光か、もしくは部分的な日陰を好む。日照りにも耐性がある。栽培品種に次のようなものがある。横梅、貝殻虫、有巻きキジラミといった害虫や、ネコブ病、眼腫病、バーティシリウム胃腸病などの病気に弱い。 ハッシュや刺し木目継ぎで繁殖する。魅力的なキメのある皇室の木材が取れる。紅や板に利用され、良い艶が出る。西洋花像は、キリスト教圏、特に欧米では、ユダの木と俗称されるように、伝統的にイスカリオテのユダが首吊りに使った樹木であると、みなされてきた。このような通念は、フランス語の通称、ユダやの木からおそらく誤って派生したものであろう。 クロンキスト体系では、邪血いばらかとする。ありがとうございます。